テルグラムへようこそ。今回はですね、池袋にありますサンシャインシティプリンスホテルに宿泊しております。こちらはですね、プリンスホテル系列の、まさにサンシャインシティのね、上の高層階に位置するホテルでして、今回はですね、37階のセミダブルのお部屋に宿泊しております。まずはですね、早速お部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回のお部屋なんですけれども、こちらのね、結構細長いタイプのお部屋ですね。入り口のドアはですね、このようにウッドのテイストになってまして、結構ね、入り口周り細いんですけど、こんな感じのね、エントランスとなっております。そしてね、奥のお部屋となってますね。左手が、バスルームへの扉となってまして、こちらにですね、姿見の用意もあります。こちらからね、カーペットを切り替わってお部屋の方入っていきたいと思います。お部屋のね、まず雰囲気こんな感じですね。まずね、このベッドの、手前のところにですね、くぼみがありまして、こちらに消臭スプレーと、それから常備灯で、この姿見との間にですね、ブラシもかけられております。このようにセミダブルのベッドがあって、少しね、空間があって、奥にね、このようにデスクのエリアが用意されております。こちら37階なんでね、かなり窓からの景色も素晴らしいです。ではね、お部屋の中入っていきましょう。で、まずこのベッドから見ていきます。はい、後ろの壁とかね、こちらのオブジェなんかはね、かなりモダンなテイストになってまして、こう枕が4つあって、かつね、クッションもあってね、ラグジュアリーな作りになっております。で、ベッドボードのね、上にはティッシュと時計、そしてね、ライトもついております。程よい厚みや大きさのね、枕が4つありまして、ベッドの上にですね、ワッフル生地のね、ルームウェアが置かれております。あとはですね、ベッドの下にベンチが置いてあるのもね、特徴的ですよね。で、お部屋のね、奥壁際にダイキンの空気清浄機が置かれてまして、反対側にはですね、このようにスリッパと、ラゲッジラック、それから上にですね、このようにハンガーが置かれて、オープンタイプのね、クローゼットになっております。ハンガーもですね、合計8本、そしてクリップ付きのものも4本用意されております。で、続いてですね、こちらデスク周り見ていきたいと思います。こんな感じでね、窓からこちら眺めもね、素晴らしいです。こちらね、池袋のね、北側のね、風景なんですけど、こんな感じでね、37階ということでね、とてもね、景色がいいです。窓はね、もちろん日差し強い時もあるんで、こちら完全に遮光するカーテンとレースのカーテンも用意されてます。で、左手にこのようなおしゃれなね、ライトがついてまして、その下にですね、こちらコーヒーマシーンにケトル、それからプリンスホテルのね、ラベルのお水がね、2本用意されております。はい、で、デスクはですね、あまり奥行きはないんですけどね、しっかりスペース用意されてます。こちら奥にコンセントが2つに、手前にプリンスホテルのロゴ入りのメモ帳とペン、右手に電話、それからこちらがですね、ルームキーのケースと、上に置いてあるのがルームキーですね。で、右手のスペースにこのようにね、パナソニックのテレビが置かれてまして、その下のですね、扉開けますと、右手に冷蔵庫、左手に、グラスやマグカップと置かれております。冷蔵庫の中はね、空なんですけど、こういうコンパクトなね、冷蔵庫が置かれております。で、上にですね、マグカップとグラスがそれぞれ2つずつ用意されてまして、真ん中の台にですね、先ほどのコーヒーマシーンのカプセルとお茶とね、ほうじ茶、それからね、コーヒーのクリームや砂糖なんかの用意もあります。で、下にコンパクトなサイズのセキュリティロッカーもね、収められております。で、デスクの下の引き出し開けますと、このようにアクセサリーケースに鏡、それから館内のね、案内が置かれてます。はい、そしてね、椅子はですね、このようにキャスター付きのね、ビジネスチェアがね、置かれてます。こんな感じですね。それではですね、こちら廊下戻りまして、バスルーム見ていきたいと思います。こちら開けますと、中はですね、コンパクトなんですけど、結構ね、モダンで綺麗な作りになっております。はい、まず左手にですね、トイレが置かれてまして、トート製のウォシュレットですね。こちらにウォシュレットのボタンやトイレットペーパーもね、2ロール用意があります。で、正面にはですね、同じくトート製の四角いね、ボールがありまして、その上のね、棚に左からハンドソープにコップが2色、プリンスホテルロゴ入りの小さめのタオルに、ポーラのね、ボディーローションがね、2本用意されております。で、こちらのね、ケースにドライヤーや、手前にいろんなアメニティを収められてます。
して、歯ブラシにヘアブラシ、そしてカミソリとエリースアメニティということでね、コットンヘアゴムも用意されております。ボディタオルもね2つ用意があります。左手上にはですね、このようにハンドタオルとバスタオルが2つずつ置かれてまして、バスタブはですねこのようなコンパクトなタイプです。手前にバスマットがかかってまして、右手奥にはですねアメニティとしてポーラのねシャンプー、コンディショナー、ボディーソープが、ボトルで用意されてます。で、手すりとシャワーのねホースやヘッドはこういう感じとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。かなりねコンパクトなお部屋ではあるんですけれども、奥行きがねかなり広いのと、やっぱね窓からの景色がね開放的な分、まあ意外とね閉塞感というのもなかったですね。通常のビジネスホテルというね感じではあるんですけれども、さすがねプリンスホテルというだけあって、お水やねコーヒーマシン、アメニティ周りもね充実していますし、なんといってもねサンシャインシティというね商業施設の上にあるので、立地もねかなりいいです。こちらのホテルはね開業してから何十年も経ってはいるんですけど、直近でね順次リノベが完了していって、部屋自体ね特にお風呂場なんかはね綺麗になってましたし、まあ、椅子やね今座ってるベンチ、それから空気清浄機とかね、備品によってはね結構古いものもね使われてるんですけど、ホテル全体考えると結構ねモダンな雰囲気になっております。はい、でもちろんねこれぐらいの広さではあるんで、お値段等もねかなりリーズナブルになってるんで、同じ価格帯のねビジネスホテル等と比べると、しっかりねプリンスホテルのねブランドもあって、これだけ高層階のね眺めを見られるっていうのもねなかなかないと思うんで、とてもねお得に泊まれるいいホテルなんじゃないかなと思いました。ホテルグラムではですね、このようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。